武田哲也、今朝の三枚よろしおはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷奈香菜です。今週は青春とカレー。はい、書店の棚にはさまざまな年齢に分けて生き方を問い、どうこの人生を生きるかの賢者、あるいは成功者、そういうインフルエンサーたちの人生独壇のヒット作品がずらーっと並んでおりますね。はい。いろんなことで成功なさった方たち。 ですなその中で3枚おろしにするには誰がいいかなと迷ったんでございますけども、はい、まずはですねあの近い年齢の方の本を探してみたら老いの生理学っていう富山茂子さんこの方は全昭和大学教授でございまして文学博士「地の巨人」というあだ名をお持ちの教授でございます。 なんと263万部を売ったという、<ー>この方の老いの整理学、はい、その老いをどう整理するか、80代からを楽しく生きていく方法とありますので、はい、これは自分が目指すべき年齢、行くべき年齢だと思いまして、うん、これを読んでみようと。はい、この方、1923年生まれ、2020年。 97歳の長寿で世を去られるまで高齢者はいかに老いその老いを完成させるかを本になさったという、うん、それで自分も高齢者でございます、うん、高齢者を先輩に学ぼうと思ったんでありますがこれだけじゃやっぱりね面白くない何、うん、でかというと若い方も聞いてほしいからこの番組の、はいはい、でもう一冊本を探したんですがその本が20代で得た知見 知知識知恵、はいはい、それを本になはったアルファベットの「F」って書いて著者名書いてないんです、はあ、いわゆる覆面作家ピタリ20代と言い切っているところと80代から楽しくという対照的な本2冊を同時進行です、はい、両方読みまして80代の知恵のある言葉と20代の知恵のある言葉を3枚おろしで食べ比べてみようと。<ー>面白いでしょこの 人生の味は20代と80代でどれほど違うのかこんな思考でございます三枚おろしで刺身か煮魚かサラダか漬物か <laughs> こういうので皆さんにその活字の味を楽しんでいただければというふうに思います、はい、あそうその説明しとかないといけねえなタイトルどうしようかなと思ったの、ね、よあよ。はい、はい、でカレーは何ですか そらあんた年取ったことのカレーだよあそっちのカレーか <laughs> <う>カレーライスじゃなくてねカレーじゃなくてね青春とカレーああ、今理解しました、はい、というタイトルでお送りしたいというふうに思います、ねはい、青春っていうんだってな青春のことは最近そう言ってますねあ<ー>まあとにかく竹田なりで青春と年を取っていくという意味合いの カレーでございまして、ね、青春とカレーそれぞれの世代の名言を食べ比べてみようではないかという今週でございます、はい、富山教授この方の本はものすごく分かりやすいですね、うん、老いの生理学とは命の始末のつけ方だとおっしゃる日常の暮らしの中でどう年齢と折り合うか教授は言いますまず年を取ったらやること正体を断るな人をもてなせ 何が何でも恋をしろ。<う>あの、よく歳だからといって朝からウォーキング意識して小走りに歩く人、走る人いるが、はい、教授は足だけ鍛えてるのダメだよ。鍛えるんだったら全部鍛えなきゃ。全身全身。足、手、口、耳、目。 頭、全部鍛えないといい運動にならない。どうしたはい。散歩ランニングで足を鍛えつつ、あの花が咲いている頃だからこっちの道を行こうとか、あるいは、こっちの道を今日行ったら知り合いのあの犬と会うかもしれないという犬の散歩コース。ええー、から、誰か話し相手がその先に待っているんだったら、そこを通ろう。で、ご老人で、 自炊なさってるというような、その孤独な方もおられるだろう。そしたら思い切って、散歩コースに商店街を入れましょうよ。うん、そこで安い、いいもの買えばいいじゃないですか。しっかり頭使って、値切るところは値切って。はい。ほんでもう一つおっしゃったのが、流行を学ぶ気持ちで歩けと。はい。これは俺の意見だな。はい。ユニクロを除きなさい。え、それはどういうことですかね。 値値段段相当廉価なんででしょいいいややとても買いやすい値段ですね聞い、ね、たことあるけどものすごい豊かな気分になるんだってね気に入ったシャツがあると色違いで何着も買えるからっておっしゃっ,たったああそういうことでこう「自分を着飾る、うん、流行を学ぶ気持ちで歩け」と「はい、高い店の前うろうろするシウィンドウショッピングなんかやめちまってユニ,クロユニクロの方がはるかにいいぜ」はい、とにかく5体を使うこと。 小さな知恵なんでしょうがこれはとても大事なことだというね、うん、これは80代を目指してのことでどうぞ60代70代の方華麗なる華麗を目指して準備しましょうと教授はそう呼びかけております、はい、それからこれ冗談じゃなくてちょっと私もズキッときたんでありますけども教授は老いの支度年を取ることの準備として 物忘れ。えこれが重要だとおっしゃる。<う>私ちょっと最近ね、時々こたつつけっぱなしとかあるんで。いや、私もありますよ。あいや、3月のことだけでえらい怒られたり、<ー>それから常夜灯を消すの忘れたり、あ,<ー>あなたはある。あります。はあ、ところが、その富山教授は、 それはものすごく大事だとおっしゃるい,<う>いい意味でってこといい意味でいい意味で<ー>どう大事かは明日の続きということにいたしましょうこの次また明日のまな板の上で竹田哲也今朝の三枚おろし。おはようございます竹田哲也ですおはようございます水谷香菜です年を取ることを適当せず縮んでいくとかそんなふうに考えないで楽しくそこを歩いていきませんかという富山教授からの 呼びかけでございます。はい、タイトルの青春とカレー。青春は青春、カレーは年を取るという。はい、両方の年齢にとっていい言葉を探す。2冊を今週はまな板の上に乗っけております。昨日はすごい励ましになりました。富山教授が、おいの支度の中で物忘れは重要だっていうことを知りなさいってカナ、はい、さんこれ物忘れの日本の名言があるんですって。 忘れるとということの価値<え>知らぬが仏忘れるが価値って言うんですって<ー>まあ知らぬが仏ってあんまりいい意味では使いませんよねんでも実は忘れたものが価値であるこれなんかじんとこないじんってっていうかうまいこと言うと思わない覚えてるばっかりにずっと引きずるよねああ覚えてるとそこにとらわれるってことありますね あの、ダボとかトリプル打っといて、次のホールにとすっかり忘れる、明るくやるやつがいるような。<laughs> そうです。引きずらない人い引きずらないやつが、引きずるっていう風に。はい、引きずらないためには何かというと、忘れるんだ。<ー>日常生きてて、毎日いいことありませんからね。人がこすれ合う場ではね、はい、こっそり影で悪口を言われてカチンと来たりとかってありますよ。はい、でも、 それを家に帰ったら忘れるっていう人は、強いよね、うん。そうですね。あの、教授はおっしゃいます。富山教授おっしゃいます。人は年とともに物忘れが多くなる。うん、それを恐れてはいけない。確かに、仏壇のろうそくの始末、こたつの始末等々、度忘れ物忘れで危険なことは多い。でも、それは工夫しなさいって言うわけ、暮らしの中で。工夫。うん。直火全部やめ。はあ もう元から立つってことです仏壇のろうそくの始末なんてのはもうろうそくやめて、うん、亀山さんには悪いけど、うん、今なんかいいの売ってっちゃうん電気でずっと揺れ続けてるやつが、はい、炎がね揺れてるてうそうそうそうでこたつの始末も、はい、あまあ,これあのもう今あったかいから大丈夫ですか冬場こたつ使わないように努力しろとかさ「<laughs> はい、物忘れを恐れずに」って言われると嬉しいね。うん、で 教授は言います。忘却、物忘れというのは、カレーの摂理である。命としての人間は、忘れられるから覚えるんだっていう。<ー>これはね、俺、本当に身に覚えあるんだ。はい、これ、なんで、この言葉がハッとしたかっていうと、はい、よく、あの、奥様にも叱られるんだけど、あれほど三枚おろしでいいこと言いながら、なぜできない <laughs> それは はっきり言って皆さん全部忘れるんですよ。だから時々ノートに撮ってる時あるんですよ。三枚おろしのネタでこれ結構長いこと使えるの。それをね読み返すんです。驚くことある。自分で。あまりの人間としての完成ぶりに。でもね皆さん、ここで完成しちゃ来週のネタができないのよ。完成しないっていうことが努力の原動力になってるんだな。 うんこれね、なるほどな。皆さんも覚えておいてね。命としての人間は忘れられるから次のことを覚えようとするのだ。うん、そこで忘れる技をちゃんと使わなきゃダメだ。はあ、あの、忘れるために何をするか。驚くなかれ、堂々巡りかもしんないけど、教授が言うのは、新しいことを知りたいという意欲を持つこと。 うんそうすると忘れるんだってあたいそうだもん <laughs> なんで急にあたい不敵な人間としてあたいって言わしてもらうけどほんと忘れるなはいあの「本書きませんか?」って1年がかりずっと書いてんの、えー、で今日の朝もそう読んでて感動しちゃったほんとにいいこと書いてる <laughs> うですか俺6ヶ月前に書いた文章に励まされるの <laughs> 頑張ろうとかって思うわけ <laughs>、はい、この忘れるっていうのは新しいことを取り込める条件なんですよねだから明日はあれをしようとかこれが終わったら今度はあれをしようとかって思うことが忘れるための技である、はい、嫌なことを忘れるためには何をすればいいかそれは「 楽しそうで新しいことを目指すことああこれものすごく当たり前のことを老教授は書いておられるけども彼自分たちのように年の階段を上っていく人間にとってはすっごくいい言葉だよねさっきおっしゃった完成しないことが努力の源になるっていうのはちょっと今私の心にも響きましたい値の <laughs> 値のの心に,値,の心にあ値になるだろう <laughs> 響きましたちょっとね か考えてみたら <laughs>、はい、昔から大好きだった宮沢賢治同じこと言ってんだよねえ宮沢賢治も同じこと言ってんのよ未完、うん、それこそ完成<ー>自分はできていないと思うできてるじゃないか<ー>完成しないことが完成なんだっていういいこと言ってますねねでもそんな宮沢賢治から 教わったことも忘れて今老教授の言葉に感動しているわけだから <laughs> いかに人間忘れるかというわけでございます明日は二十代の青春の方へお送りする知恵ある言葉でございますこの次きまた明日の真似手の上で武田哲也今朝の三枚おろしおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香菜です青春の方青春の真ん中にいらっしゃる方のために 知恵の言葉を20代で得た知見の本を書きの F さん、アルファベットの F さんという方なんでありますが、はい、この方が20代の方々に対してこんなことをおっしゃっております。それが人であれ、異性であれ、食べ物であれ、好きってふっと黙り込んだ時にやってくるもの。とても素敵な言葉ですね。私が一番お勧めしたいのは異性ですよ。はい。 自分が後に考えたら奥さんにしていた女性っていうのは初対面の時それほど強い印象を持ってないんですよ。まあ時と場合によるかな。もう嫌だな、この女。<laughs> <laughs> いいですかはい。ふっと黙り込んだ時に人間の心ってのは決まるんだと。うん、そうですね。食べ物もそうですね。だから食レポってみんな嘘つきだよね、あれね。あの、ごめんね。 食レポで生きてる芸人さんもいるかもしれないけど <laughs> でも一紙か二紙ぐらいですぐに「うまい!」とかって言うじゃんあの人早いよね言い方が <laughs> やっぱりうまい時は黙り込んでしまう,うんそれからあのホっちャビール会社の方申し訳ないんですけどビールこう飲んですぐに「はあとかって言うじゃん <laughs> あれはない ビールって沈黙させると思わない、まあ、確かにねね。あの兄さんとかねおじさんあたりが一杯飲みや、飲んないじゃんしばらく両拳をテーブルについて沈黙してるよなそうですねビールってそういう時あるじゃんはい、コマーシャルほど早くないんだよクエがね <laughs> これいい言葉だね、F さん。本当に好きなものは黙り込んだ時やってくる。そして、うん、こんな土地でも20代に送った F さんの言葉が身に染みたのは、恋愛の目的とは何だそれはさ、心に傷を、トラウマを作ることだよ。うん、うまくいった恋なんて退屈なんだよ。心が激しく動く。それが恋なんだよ。うん、傷を作るために恋を。 トラウマを作るために。これちょっと分かりにくいでしょうかカノさんに、医薬。私の役ですよ。はい、泥で汚れたラグビー選手。あるいは、サッカーの選手。そして、球界。大谷のユニフォーム。うん、あの、ユニフォームが汚れているっていうことに対する神話。<laughs> あ、かっこよかったな。かっこいいんだよ。はい、つまり、ユニフォームを汚す。 うん、恋も同じなんだ。うん、自分を汚す。そのために恋をしたんだ。そういう思いで相手のことを見てごらん。ちょっと威悪すぎる気もしますけどね。そうか、ごめん。<laughs> そうかな。いや、どっちも言ってることは分かります、ね。でも、はい。清潔である恋をしてはいけない。泥まみれになる。うん、それが恋の基本です。これも、うん、私の威悪ですね、うんはい。で、F さんがおっしゃってるのは、とにかく、 一生の傷がつくような美しいトラウマを求めて恋をせよこの F さんっていうのはお若い方なんですかこの人もねどうも読んでる漢字は30超えて<ー>その方が年上なんで20代の方にこんなふうにして過ごせよという。や、はい、やっっぱぱ恋の思い出はやっぱトラウマよあのよく哲也さんがね、うん ライブでお話になることもあれもトラウマの恋のお話ですよね。はいはい、まあ女に話ばっかりしてるけどな <laughs> いそんなことない,いやいや本当にあのは福岡でもう十人ぐらいの女の人から嫌われて <laughs> 気持ち悪かったんだろうななんか <laughs> 俺のことがさあ気持ち悪いな顔してるもんよくわかりますもういろんな女の人に振られたんですけどはい。はい 全部歌になりましたね。そこですそのうまくいかなかった。恋っていうのは歌になるんですね。確かにうまくいった恋は歌にならないですからね。はい、うん、恋の思い出は傷になるで、思い出の中。ではその人は一切も年を取らず、うん、こっち側を振り返ってじっと見てますよね。うん、男の人の方が女の人よりもそういうこと美化しますよね。あ、あのあう技じゃないんだよ。俺が言ってるのは？ 内出血とかダメよ <laughs> まあどんな傷でも別にいいんですけど、ね、あそうですか <laughs> あの福岡に帰ると全部覚えてるもん、うん、ここで振られたなっていうのは、うん、まあちょっとこうかううるるそれと恋した人のふるさとの近くを通った時にふっとその人のことがとか言うね、うん、でエクさんがこんなことを言ってるんですこれもまた本当にうなずける。 F さんは女性の理想像についてこんなことを言っております。私が唯一女に求めるのは綺麗でも可愛いでもありませんね。綺麗な女も可愛い女もたくさんいますよ。一番大事なことは度胸です。度胸のいい女は男にとって 心揺さぶる存在ですおそうきたかこれは七十代の私もハッとした私はなんで奥さんが好きになったかはい。度胸が良かった <laughs> なるほどね、うん、女は度胸なんですよ美貌でも愛嬌でもない、うんねえー、明日はまた老教授の知恵ある言葉をお届けしたいと思いますこの次また明日のおねじの上で武田徹也今朝の三枚おろし おはようございます武田哲也です。おはようございます水谷かなです。若い方に知恵あることは、お年を召した方に生きていくことが楽しくなるようなそんな言葉を探して二冊の本をまな板の上に並べて三枚に下ろしているわけでございます。はい、今日は老教授富山教授です。富山教授は実はあの九十七歳二千二十年にお亡くなりになったんですけど、わ、はい、かりやすい文章をお書きの方であります。この方が。 若者についてこんなことをおっしゃっております。自分に満足と答えた若者は日本では45%しかいなかったそうですよ。米、英、独、韓、スウェーデンの中で日本は最低。米は86%。それから長所が良いところがあるかどうかに関してはアメリカはなんと86%。 日本は68で最低、うん、どうしてこんなに若者は自分のことを好きになれないのか少なくとも大人のせいだよ、うん、こうおっしゃる褒めることが実に少ない大人が日本は多すぎる特に若い人に対して教育においてもそうじゃないか褒めるっていうことをほとんど前提としていない、うん、褒めないことを教育だと思っていることを山ほどいる80点で十分褒められるのに とにかく叱り続けて100点を取らないと許さない、うん、そのような子供が年を取っておいた年齢になると全然褒めないそういう老人が出来上がってしまうんだだからねこっから先は生存術だ生きていくための技術ですよ、うん、褒めてくれる人間関係を作ることだよ褒めてくれる人間関係を外にお持ちなさい、うん、家族 ほらもう諦めよう褒めることがない、うんね、ドキッとしましたね <laughs> 相手にしてくれるだけで家族ってのはありがたいもんで、うん、妻や子相手してくれるそれだけでもういいじゃないかと褒めまで期待しちゃダメ褒めてもらうためには新しい友達を見つけるしかないんだよ、うんうん、褒められるとき老人っていうのは不思議な力が湧いてくるんだよ、うん、自分のことを褒めてくれるおしゃべり仲間を持つことが重大になってくる、うん っていう。うまあ私なんかもそれで持ってるんでしょうねいろいろ悩むこともありますし、はい、だけど褒めてくださる方が時々おられて、うん、それでやっぱりなんとなく持ってるようなもんなんでしょうね、うん、母さんいかがですか私まだ褒められるとこ<あ>そばゆい感じがあまだお若いからするんですけどうちの親を見てると年、うん、を重ねるごとに褒めてあげた方が生き生き ーーイギリスのことわざを一つご紹介しましょう。これは老教授の言でございますね。心配事は猫でも殺す。これは年をとってからの心配事、ストレスっていうのは命に関わるぞ。猫なんか一発で死んじゃうんだ。うん、ところが今はですね、皆さん、心配事が商売になるんですよ。うん、ニュース並んでおりますが、ほとんどが心配事。あ ニュースって心配事の順番でしょあまあそうですね捕まった犯人よりも逃走中の犯人の方がトップニュースに近づきますし心配事っていうのが現代では商売になる、はい、大変失礼しますが語らせていただきます人間ドックがそうですえ、わーっと体験してないでしょいや毎年やってますあごめんんはい。とにかく心配事を必死になって探すこれが現代医療でございますね うんはい、私も素敵な先生にお世話になっておりますね。で、こんな偉そうなことは言えない。これ私が言ってんじゃん。富山さんという老教授がおっしゃってる。この富山教授がこんな皮肉をおっしゃっておるんです。人間の国の先生気にしないでください。ヨーロッパの北の国でこんな出来事があった。500名ずつ1000人で健康チェックした。A グループは健康チェック。B グループは放置。そのまんま。ところが、数ヶ月後、病気の発症率を見ると、 B グループの方が成績が良かったつまり健康な人が多かった<う>健康診断しなかった方が健康だったというん<ー>、うん、でこれはあのコロナのその大流行の時皆さんもお感じになったでしょうがあ病院もはっきり言って患者を引きき受けられないい疲労困憊という状態が続きましたよね、はい、かなあれ思,思わなかった コロナの中で言えることは、病院はものすごくよく奮闘したんだけど、それでコロナが減ってったわけじゃないよね。うん、その、日本からコロナの数がぐーっと今少なくなってるんです。これは何かと、我々の努力。うん、やっぱり、手洗い、マスク、ディスタンス。うん、これがコロナの実態なんですよね。はいえー、ところで、45、0代、あなたも、 その年齢だね、はい、腰痛とかありますか腰痛はないですけど、はいえー、今日本で腰痛で苦しむ女性、えー、2800万人を超えてるそうです、うん、でも治せないんです腰痛が、はいはい、なぜかそれはこの番組でも扱いましたけど腰痛の多くがおそらくストレスから発症しているのではないか心因性ではないかそれを外科で治そうとするから治らない人が増えていったのではないだろうか その心因性の腰痛とは何かストレスなんだっていう、うん、だけど老教授はそのストレスはなくなればいいかっていうとそうじゃないんだストレスは生きていく上で必要な進化の原動力だっていうお時間でございます今月また明日のまな板の上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」 おはようございます武田哲也です。おはようございます水谷佳奈です。あの高山さんっていう教授がおっしゃってるんですが、はい。よく笑う医者はよく治す。<ー>これはうまいことおっしゃるね。はい。あんまりこうスパスパメスみたいに切れる、あたし失敗しませんから、ね、とかっていうのは <laughs> ダメなんだな。ダメな。<laughs> いや大門美智子がいたら心強いですけどね。あそう。はあ <laughs> <laughs> でもよく笑う医者はよく治すっていうのははっ、うん、とする老、はい、教授繰り返しおっしゃっておりますストレスってのは果てしなく続く続よね、はい、一つストレスが消えたら次のストレスがやってくる、うん、発散と吸収これがストレスに対する対処法なんだ。うん なんでストレスが消えたらまたストレスを探すべきかというと自分をプラスとマイナスで考えなさいと、はい、プラスとプラスだと反発するよマイナスとマイナスだと反発し合うよでもねプラスとマイナスだったら流れるんだ、はい、元気に生きたいというためにはあなたは自分の体の中にプラスとマイナスを持ちなさいっていう鋭いことをおっしゃいますなはいいかがですかかなさんは 私正直言ってその20代の方々にっていう方はちょっとどっかで何を言うんだろうなみたいな感じで書に構えていたんですけれども結構いいこと言ってるなと、うんうん、このね F さんっていうのはね非常にこうバランスのいいセンスをお持ちなんで、はい、ものすごくこの人の人気があるらしいんですよ<ー>この覆面作家の方もね。はいえー、この人ののの人考え方中中ににさんの中に 老いを意識した一言を感じるんですよね。あのー、俺あれ好きでさ、ハグレグモ。ああ、はい。ハグレグモってま、漫画なんですよ、ビッグコミック系列の。ええええ、ため息出る時あったね。ああ、そうなんだ。あのー、自分に心配事、ストレスがあって、人に解決策を聞いて回る町人の男がいるわけよ。 うん、先のことを考えると「オイラ不安になっていけねえんだ」って絶えず自分のことでいつも心配してる男、はい、それがある日「はぐれ雲」っていうその侍崩れというかなんか,、ま、か不思議な人物に会う、うん、そうすると目と目があったらなんとなくこうその相談ばっかりしてる男がしにくいのよね。うん、それでこう目を背けるとそのはぐれ雲があんたまた人に。 相談ですかそんなこっちゃ犬一匹飼えませんよ。<え>自分の心配しかできないやつは犬も猫も飼えませんよっていう。そういうことか。はい。うん、そんなことすらできないんだっていう。うん、あの、70年代を青春で過ごした人が解けなかった謎がいくつかあるじゃん。うん、あの、俺たち世代は三島幸夫の謎って解いてないもんね。 <謎>うん、うん、三島由紀夫って謎ですよ、うん、なぜ彼があれほど天皇制にこだわったのかとかっていうのはうやっぱり俺たち考えなきゃいけないんで出ないと昭和っていいう時代は解けないのよ、はい、三島は俺たちの体の奥にあるそこに訴えかけたかったんじゃないかな東大全教頭と結託する時に君たちが一言「天皇」という言葉をあげたら。 私は君たちと共闘する共に戦おうっていうそ内田達先生みたいな方もねまだ首をひねってらっしゃるけど、うん、だからもう一つ「南春夫と聞ききらない」とか「<え>三島由紀夫と南春夫って「いいうううのはどういうことですかこんにちはこんにちはだろ」とかって小バカにしながら言ってるんだけど、うん、ものすごい魅力的なのよ、はい、南春は、はい、でが。 そのことは友達の前では言えないの。えファッションとして、はい、ビートルズ聞いたとかさ、うん、そんな洒落た言葉を言いたくて。うん、だけど、南春夫が語るさ、浪曲歌謡。はい。一本型な土俵入りとかさ、はい。それから、タウ星現場。はい。あれ聞くとね、ゾクッとするんだよね。はあ、うん。なぜ自分がゾクッとするかわからないの。うん。 例えば一本型な土俵入りの駒形ヘ平っていう、うん、相撲取りでお腹をすかしてでとっても優しい宿場のお姉さんがいて、はい、財布とカンザシと全部彼にあげる、はい、そしたら両手を合わせるヘ平がいて 2>,、はい、2番のコーラス名の後はヤクザになった駒、うん、形ヘ平が出てきて全く人格の違う2人を南春ーが演じ分けるわけ。た<ぁ>たったワンコーラス歌が進んで 十何年時が流れたっていう。それから、目に見えて仕方がないのは、田原星現場で、うちのところまで行った田原星現場が、大石倉之助に助立刀をさせてくれったら、ここはどうぞ私たちだけに任せてくださいって言ったら、あの、蕎麦屋の格好をしてた若者が、先生って言いながら、田原星現場に近寄ってくる。 その時に雪をけたててくる語りを南春雄がさ「サック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 ,サック先生!」っていうおお爽やか!」<laughs> もうねたま胸のときめきが、はいはい、なんでときめきかわかんないのごめん話がバラバララな <laughs> ごめんなさいねちょっとなんかノイズが入ったような放送になりましたけど。<laughs> 今週これでおしまい来週まだ頑張るから <laughs> 勘弁して、ね、こんなんあるんだよ。<laughs>